皆さんこんにちは。今回は靴のメンテナンス法初級編をお届けします。初級編と言いましても実は結構究極だったりもするんですけども、今日のご家庭で簡単にできる靴磨き法ということで、私実際靴を磨いていきますので、ぜひ動画ご覧になってみて皆さんもチャレンジしてみてください。今日こちらの靴を実際に磨いてみます。試しに片方磨いて片方磨かないでっていう感じで今日はやりますね。まず最初に靴紐を外してください。これ紐を取らなくてもいいんですかっていう人、取った方がいいんですかっていう人いろいろいらっしゃるんですけど、やはり外した方がいいですね。結構タンの部分汚れが溜まってますので、しっかりと紐を外して中の汚れも取っていただいた方がいいと思います。じゃあ靴紐外しましたら、こちらのシューツリー中に入れます。これ中にシューツリー入れることでシワがしっかりと伸びて、この後のメンテナンスがやりやすくなりますので、これぜひ入れてやってください。次にこちら馬毛のブラシを使ってホコリを落としていきます。あとこういった細かい部分なんかもホコリが結構たまりますので、こういったところもブラシ立ててしっかりと汚れを落としていってください。じゃあ次にこちら、クリーナーですね。こちらクリーナーを使って、靴の汚れとか、あとは古いクリームを落としていきます。分離しているのでこちらよく振っていただいて、でクロスに適量を取りまして靴を拭いていきます。でこう汚れがつきますので、こういった感じで汚れを落としていくと結構取れますね。クリーナーに関しては色落ちが怖いとかいうことで使わない人結構多いんですけど、絶対使った方がいいです。古いクリームが溜まっていくと通気が悪くなってきますし、質感も悪くなりますね。であんまりこれやるときに強く摩擦しないようにしてください。軽くさすっていく程度で十分です。こういうところも結構汚れてるんで拭いた方がいいです。で靴の汚れ具合にもよるんですけど、大体2回ぐらい一通り落としてもらえば OK です。こんな感じで結構汚れが取れました。次にクリーム塗っていきます。クリームは乳化性と呼ばれる、主にこういう瓶入りのタイプなんですけども、こういう乳化性のクリームを使ってください。でよく缶に入っているもので油性というタイプがあるんですけども、そちらは光沢出しで、今回の基本のメンテナンスとはちょっと別の話になってきますので、今回はこの乳化性クリームを使っていきます。で指で塗ったりとか布で塗ってもらってもできるんですけども、こちらのペネトレートブラシという小型のブラシを使って塗っていくと少量で効率よく細かい部分まで塗っていけますので、これ非常におすすめです。ぜひこちらをお使いください。塗るクリームの分量に関しては米粒2、3粒分とかよく言ったりするんですけど、ちょっと難しいので、要はちょっとこの隅に少量を取る感じですね。取ってもらって、ここはちょっとシミにならないように手早く塗ってもらいます。で足りなければもう一回ちょっと足して、反対側も塗っていきます。はい、続きましてはこちらのブラシ。これは河川のブラシとか豚毛のブラシを使うんですけども、先ほど使ってもらった馬毛のブラシは柔らかくて毛先が細いのでホコリを払うのには非常に適しています。で対して今度
クリームを伸ばしていくんですけども、この時はぶた毛であったりとかこういう河川のブラシ、コシの強いものを使ってしっかりとクリームをなじませていきます。ブラッシングすると靴傷つくんじゃないかということで、恐る恐るやられる方って結構いらっしゃるんですね。これで靴傷ついたこと僕一回もないんで、しっかりと力入れてやってもらって大丈夫です。ゴシゴシやってください。これでもうだいぶ光沢出てきましたね。で最後にこちらのグローブを使って、余分なクリームを拭き取りつつ磨いて仕上げます。せっかく塗ったクリーム拭き取っちゃうともったいない感じもするんですけどね。表面に残ったクリームっていうのはベタつきの原因になって汚れやすくなったりもしますし、もう完全にこれ余計なものですので、しっかりと拭き取って残っている分で十分です。しっかり拭きましょうという感じで拭きました。今回は靴のメンテナンス法初級編をお送りしました。こちらの動画では商品やイベントなど様々な情報をお届けしていきます。チャンネル登録していただけると大変嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。